まずこういう曲の場合、まあこれクラシック系の、古典派の曲に置いてですけども、アーティキュレーションがこれで言うと、ドとファっていうのはかかってないんですね、スラーがね。で、ファラファで切れて、ミソミで切れて、で、今度はファラファドってここがこうつながってるんですね。うん。これよく、モーツァルトのソナタでも出てくると思うんですけども、例えば、そう。これも結構、高低版とかだと、レーシレーってつながっちゃってたりするんですけども、原点版見ていただくと、トーロで切れててこうなんですね。うん。で、それをまともに、トーロトー、トーリータラトー、これはもちろんおかしいです。うん。でも、この時代の書き方として、やっぱりこのフレーズがすごく細かいんですけども、フレーズっていうか、アーティキュレーションが細かく書かれてるんだけども、うん、全体フレーズとしてはやっぱり4小節1つなんですね。最初にこのスラーの書き方言ってましたね。でね、こういうふうに思えばいいんです。一つはこの短いスラーはって我々よくここにもう黄色で書いといたんですけど、もう一回復唱するとね、短いスラーはワンノートって覚えるんですね。ノートっていうのは音下で音ですね。だからタララっていうのがファラファっていうのをワンノートだと思うと何音符になりますか？これは、普天四分音符。普天四分音符。普天四分音符だと思って、ファラファっていうものを3つまとめて弾いてくださいっていうふうなフレーズだと思えばいいわけです。ちょっと慶子先生さ、ファミファドっていうようなイメージで、ラファソミは弾かないでやってくださいね。そういうことですよ。そうすると、それをどういうふうに弾きますかっつうと、ファミファドって気持ちはあるんだけど、ファミファド、そうやって弾いても、すらフレーズすらは切れないですよね。例えば、私はっつわなきゃいけないのに、私はっつ言えばいいわけですよ。そうすると、一つ一つはっきり言うことになるじゃないですか。っていうことはどういうことかというと、一つ目に言いたいことはですね、8分の3拍子だってことです。8分の3拍子っていうのは、1拍は8分音符なんだけど、非常に早く弾くので、非常に1拍としては細かいんですよ。細かいから、それはまとめて語ってほしいっていう意味のスラになると思います。そういう意味で、短いスラはワンノートっていうことは、1小節が1拍になるわけです。大きな意味で。